はい、どうも、りょうへいです。どうも、しゅうてぃぃです。ありがとうございます。はい、本日は休日先生来ました。大阪といえば、休日先生ですよ。そう、すぐ、近いところ。はい、で、まあ、ちょっと時間がないので、気になるものだけで本当に申し訳ないですけど、ちょっと店内、はい、見させてもらって、はい、撮影 OK もらったので、はい、ちょっとグッと回って、はい、気になったものをピックアップしていきたいと思います。そうですね。それでは、行ってきます。よっしょ。はい、まあ、スパイクとかもあるんですけど、締めてくれ、締めてくれ。いつもその辺で飯食ってる奴らがここにいるっていう違和感を感じております。もう正面いきなりやっぱお店の正面って一番こう自信のある黒部だと思うんで、その中でとかマークモデルとか、それかまあオールスターだったり、まあ、珍しいところで言うと DYM で、この前モンタナさんで紹介した限定があったり、山本さんの毎日ですよ。めちゃめちゃあるじゃん。めっちゃもあったりとか、まあ、あとジテルもあるし、ラリーキャップとか。ラリーキャップ見たことないな。まあ、本当だったら店舗のグローブですか。あ、そうなんだ。あの新宿に店舗があるグローブなんで、見る機会はあんまないから。でも珍しいグローブも多いです。グローブ最新じゃない。そうです、だから今年販売されてますから。新しいのもある。これちょっと前のオールスターまで、おー浅村選手もちょっと違うけど、物としては一応浅村さんとして出されてる。なるほどね。はい、いろいろあるな。気になるものいっぱいあるな。肉、おー、ヤマトとかもある。外見、うん、軟式版、これちょっと使えないからね。でもどうやっても、そうなんだ。日本じゃないんだ。海外だと使えるんですけど、海外行く人には、うん、アメリカ志向の人にもいいと思いますとか、あれか、中村のりひろ選手モデルかな、これは。おら、大阪だし。これスワローさんとかに売ってるやつを多分、うんうん、売ってる、うん、売られたんだと思います。これどっかで見たことある。どこで見たっけ。改造はされてるけど、やっぱした、いいね。でもこういう限定もあるし、ちょっと前のアンダーマンのキャンプ用グローブと一緒のやつかな、これは。うん、限定品が多い。デルタがあるね。アップセット、おお、お、アスカじゃん。アスカ、アスカさん、いくらいくら。1738。あとはグロムとか。グロムもあるんだ。うん、すげえ、結構種類すごいな。一本の動画じゃ伝えきれない。なんかもうここに来るお客さんでさ、ここにないメーカーを売ってやろうってなんか言って、うん、そういうのがあるんじゃない。あ、これめっちゃ白い。どうすんだろう。僕のとちょっと違うな。僕のもっと広いっす。うん、とりあえずまた移動しますか。うん、ここフッタスポーツか。そうだ、フッタさんって愛知県のですか。フッタスポーツ無理っす。すげえな。もうすげえわ、確かに。やば、スウェード、スウェード。ヌバック？スウェード？ちょっとおかしい。これ定番品じゃないはずだって。え？すごい。こういうところだと、あら、買えるっていうのがすごいいいな。何？これは、オールスター。オールスター限定。東さんいますね。いや、いつだっけな。ジーンズグラブ、デニムグラブか。ジーンズだと。デニムを使ったグローブ。まあオールスターだからできる。ってだけなの。これシンプルでかっこいいな。黄色に青。一個あったら二個出てくる。そうそう。一個だけ買いたいんだったらこういうのもあるから。ありますね。これ公式かな？うん、公式だ。なにこれ？なにこれ？なにこれ？見たことないんだけど。そのまま渡されてもわかんないよ。なにこれ？あ、知ってるってことか。なにこれ？知らないっす。携帯。やばいよね。あ、やばいよね。これやばいですね。これやばいよ。やばいですね。はい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 。いろいろあるの。マジでいろいろある。上さん。上さん。はいはいはい。これなんだっけ？トリニティ。東京に工房がある。そう。金賞。はいはいはい。一回行きましたか。そういえば。そうだ、行ったわ一回。そう。はい。次は？これなんだっけ？このウェブ何？このウェブ。どっかのメーカーでも出してたけど。これなんだっけ？
なんだっけ、出てこねえ。でもめっちゃ安い、公式用で12,800円。安っ。これはもうね、完璧なミットですよ。かなめさん、アクティブームのコラボのやつ、肩もしっかりとできてるし、これいいじゃない。で、かぶす。はい、次、てっぺん。てっぺん。はい。これも公式用で。うん。でもこれ、35,000円切ってるのかな。これでも、じゃあ4万切ってるのかね。税込みで40,000円切ってるのかなり安いかな。シャイニングスター、知ってるけど、これ聞いたことあります。ステア、これもオーダーなんだ。マジで見たことないやつばっかりだよ、うん、で、これ最後ね、最後これ、これはね、俺もわかる。ラグだけど、これジュテルなのかな。あ、でもラグがこれ42,000円とかで買えるからめっちゃ安く買えるね。うん、肩もついてるし、これめちゃめちゃいいわ。折り返しハーフだし、補給部のやつでエグいし。え、そんなもんかな。はい、というわけで今回は QCSA のお店をね、回ってみました。めちゃめちゃいい、本当見たことないグローブがたくさんありまして、本当に魅力のある大阪の QCSA だと思います。はい、この動画が良ければチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、あいしょショヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。